再びご紹介させていただくのが、このライン、ロックビートっていうラインなんですけど、グルーパー用にないしはロックフィッシュシーンに使っていただきたいということでこれをちょっとご紹介させていただきます。で、名前通りですねロックビートですから、ロックのビートを刻んでほしいということで、ちょっとカメラさん見てみて、これ見える？見えてる？大丈夫？うん。これがね20センチ40センチっていう格好で、マーカーが打ってあります。それが15メーターごとで色が変わるというね、そういう形ですね。で、これがね非常にもう例えば瀬戸内の場合だったら、流れをね見やすいんですね。でそれからね、例えば深い場所、僕がよく行くのは太平洋なんですけど、太平洋の中でねちょっとこう、どれぐらい潜っていってんのかなとかね、でもしくは今ボトムについてんだけどちょっと流れ出たなっていう時にチャラッとこういうね、マーカーが見えたりすると、今動いたなみたいなね、これから地合いが動くんじゃねえかなと、そういうのを教えてくれるっていうね、しかも目で見て地合いが分かるというように思ってます。もしよかったら使ってみてください。以上、ポッキンでした。